米大リーグドジャースの大谷翔平投手は25日、日本時間26日、敵地レッズ戦に2番 DH で先発。6回に右翼線三塁打を放った。2戦ぶりの安打が今季2本目のスリーベースに。激走ぶりを感じさせず、米メディアからは、これまで見てきた中で最も余裕のある三塁打を放つ、などと注目された。動画、全力で走っているように見えない。大谷、激走ぶりは感じさせずにスリーベースとした実際の映像。1点を追う6回1試走者なしの打席、100マイルを超える速球が武器の相手先発グリーンと対戦。低めの変化球を引っ張ると、打球は右翼線を転がって一番深い場所まで達した。大谷はベースランニング中に全力疾走をしている印象は見せず、大股で三塁に滑り込んだ。ニューイングランド地域のトップスポーツのチームに動画などのコンテンツを提供する CLNS でコラムなどを執筆しているジャーナリストのマイク・ペトラグリア氏の X、旧ツイッターでは、大谷は2三振の後、6回にグリーンから三塁打。金曜日にエリー・デラクルーズを最も厳しい走者の一人と称えたが、大谷は全力で走っているようには見えない。と盗塁を量産している相手のデラクルーズと対比させていた。また米専門メディア、ドジャースネーションの X では、翔平大谷がこれまで見てきた中で最も余裕のある三塁打を放つ。この男の野球を見るのは楽しい、と投稿されていた。